JR 紀勢本線と関西線に乗りました。紀勢本線の運賃です。関西本線かな。関西線のところに貼ってました。ワンマン列車の乗降案内です。列車の中の様子です。消火器が、ついてました。関西線の、停車駅の案内です。車両の、外形です。こんな風に忍者の看板も、ありました。松尾芭蕉の生誕の地に近いということで、こういう風に俳句とかも載ってました。こんな感じです。忍者の看板も至る所にありました。1時間に1本か2本しかないです。最後までご視聴ありがとうございました。